はい、ハンマヨン先生です。ちょっとシャワーをね、浴びてね、すっきりしました。ミネラルウォーターでね、シャワー浴びてます。それでですね、今回はオンラインカジノの、ブラックジャックとかですね、いろんなあのディーラーで、生のディーラーでの、カジノについてちょっとあの注意することを説明いたします。私はね、ポーカーのプロです。それでですね、ポーカーのプロって自分でお金投資しないんですね。自分で稼いで増やすんですね。で、今あのバイナリーオプションのスペシャリストなんで、ポーカーの方はできないんですけど、カジノで稼ぐことはできないんですけれども、悪い人もいますから、普通の人でもね、普通のとこでも悪いとこじゃなくてもね、悪い人は必ず入ってくるんで、慎重に重大な仕事の時は一切手を触れることができないんですね、カジノはね。だから今一切カジノとかポーカーとかゲーム関わることもしてないし、ゲームを楽しむこともしてませんけれども、バイナリーオプションや外貨投資ですね、株投資だけ今やってます。で、稼ぐ量が多いんでね。で、私はね、カジノも経営してますけれども、日本の会社です。で、ちゃんと法律的に許されて、許可もらって、カジノ経営はしてるわけですね。競馬とか競輪ですね。で、オンラインカジノで、世界のオンラインカジノのディーラーでのね、勝負で注意することは、カードを配るときに、光センサーでカードを読み取りますね。で、各自パソコンの方に表示されておりますけれども、それで右側に、カードを捨てるスロットがありますね。これをよく注意していただきたい。カードをね、取って、スキャンしますね。光がついてて。で、それで配るわけなんですけども、その時に読み込んだ後、ディーラーだけわかる、表示器が前についてます。それでですね、この時に、お客さんたちが投資したカードが配られる前にディーラーだけに情報を伝えるわけですね。このカードを配るとディーラーが負けやすいよということで、計算されてコンピューターで表示がされます。ディーラーだけが見れる表示があるんですね。そうしますと、右側に捨てるんですね、カードをね。それでまためくり直すんですね。そうしますと、配るカードがね、次ってあるんだけど、ディーラーの方に有利にね、カードを配れるように、もしそのディーラーが負けるようでしたら、で、なおね、積んでる金額 によってね、また考え方も違ってきて、サービスすることもありますけどね。で、完璧にやると誰も勝てないんですね。ディーラーの全部読んで、ディーラーだけに勝てるようにカードを配ることができるわけですね。2回でも捨てるわけですね。右側にね。この時にのカードはディーラーに不利だということが、コンピューターで読んでるでしょ。で、その採点が前に出てきて、ね、これを配るとディーラーが不利だよということにサインが出てくるのますから、ディーラーの方にね。それで、右側にカード捨てるんですけど、そういう方法でね、カジノを運営しております。だから、あんまり、カジノ運営で、こっちの方が経営者が勝ってばっかりいるとね、運営者が勝ってばっかりとお客さんが入らないから、賃金の関係でね、経営できる範囲にしてね、勝つということをしてます。だから、オンラインカジノでもね、生でやってても、注意しないといけないのは、ね、それをやってるんで、あんまり稼いだり
あんまりお金を置くと、ディーラーの方に勝つように取られますから、ね、でなおね、これに対してはね法律違反じゃないんですね。超能力持ってる人がいるんですね。でね、カジノのオンラインカジノのね、なんかやってるディーラー自身が超能力持ってる人は雇えないんですね。高くてできないんで、でやる人、お客さんに超能力持ってる人がいるんで、カードが超能力で読めるわけですよ、裏はね。だからそういう人もいますから、また団体に頭テレパシーでね調合すると、強くなったりして超能力持てる場合があるんですね。そうするとカジノの運営が破産しちゃうんですね。そういうことでしてるんですね。で日本はそういう意味合いが分かってないからできないんですよね。これを日本だと違反と言っちゃうんですよ。違反じゃないんですね。世界の場合はこういうこと、超能力者がいるんで、そういうこと知ってるんで、そういうふうに調整しないといけないですね。超能力者は雇いませんから、効果なんでね。だから普通の人で運営したいわけですよね。だからそういうふうにして、自分たちのカジノ運営者のね、賃金だけ安く取ってね、運営するということが一番大事なんですね。でたくさん稼ごうとしたら、そのコンピューターで採点でいくらできますか、民間にカードを流して運営者の方にね資金を都合するというふうなことですね。であんまり取りすぎるようでしたらやっぱり違反になりますから、そこら辺はねやりすぎ、全部 100% 勝てるんですからね。ディーラーが配ったカード、コンピューターでちゃんと見てますから、だからディーラーが見てるのと同じですからね、めくってね、何のカードかっていうことね。だからそういうことしてますから、ぜひね楽しみ方も気配ってね、やる必要がありますね。どうもありがとうございました。本家の半間陽先生でした。